ヒオス島は、エーゲ海東部に位置する、ギリシャ領の島。中心都市はヒオス。キオス島とも表記される。トルコ語では、サクズ島と呼ばれる。古くより公益の島として栄えた。11世紀に建設されたネアモニ修道院は、他の二つの修道院と共に、ユネスコの世界遺産に登録されている。ヒオス島の衛星写真エーゲ海の東部に位置する。 幅約7キロメートルのヒオス海峡でトルコ領と向かい合う。南北の長さは約5 0トル、東西の幅は最も広い地点で約2 9トル。面積は842平方キロメートルで、ギリシャでは5番目に大きな島である。ヒオス市は北エーゲ地方、ヒオス県に属する基礎自治体である。ヒオス島全体をその地域とする。現在のヒオス市は、 カリクラティス改革に伴い、旧ヒオス市をはじめとするヒオス等の自治体が合併して発足した。旧自治体は新自治体を構成する行政区となっている。下表の番号は下に掲げた旧自治体地図の番号に相当する。下表の旧自治体名欄は無印がディモス、印がキノティータの名を示す。亀永陽子、イタリアの中世都市山川出版社。 2011年49ページ。ISBN 978から4から634349445。ありがとうございます。